なんですよ、ね、まあ先ほどの MC でもあったように、ね、新宿歌舞伎町の伝説のソウルキッチンというところでラビーさんと出会いまして、ね、で現在に至ってるんですが、まあもうね、店を閉じるという時にラビーさんがお店のお客さんのために一曲書きましたね、その歌を最後一緒に歌って、ね、縁があった場所ということで、この歌を歌って今日の本当にラストにしたいと思います。今日は本当にね、皆様お忙しい中ありがとうございました。それじゃあ、ね、ソウルキッチンで出会ったということで、魂の台所でというのをね、そのままで付け合わせていましたので、カウンターの向こうに詩人がいた。サングラス越しによく笑ってた。時には涙を隠していた。大きな体丸め、少しうつむいた。時間でいるすかぎり。ロジェバー君ちゃんマスター、君ちゃんです。君ちゃん。